ゾロターン S-18-100 とはスイスのゾアロトーン社が開発した対戦車ライフルである。S-18 はゾロターン社によって1936年から開発され1937年に完成した。同社はドイツの会社であるラインメタルに保有され実質的にはドイツ向けの兵器生産を担っていた。これはドイツ企業が ベルサイユ条約によって課せられた兵器の生産に関わる禁止事項を回避するためのものであった。本銃の設計は第一次世界大戦末期にラインメタル社で開発された 20mm 航空機関砲が基礎になっており、長大な重心に大型の機関部を持ち、中央部には球団部及び肺、鞘口と銃派がある。機関部後半の内部はリコイルスプリングの収納部。 および半導利用式への有定後座距離の確保空間となっている。二脚に加え、大型の機関部を支えるため、装備部仮面には、端足が備えられていた。作動方式は、重心後座式の半導利用方式による、半自動式で、使用弾薬は 20105mm ベルテッドケース、弾である。球弾は、銃の左側面に水平に取り付けられた、箱型弾倉でなされ、 弾装は5発もしくは10発装弾のものが用いられた。フィンランドで使用された S-18-154 の情報によれば、本銃は距離100メートル、激角60度で20ミリメートルの装甲を貫通できた。距離500メートルでは威力が16ミリメートルに減少した。生産は1938年から開始された。ゾロターン社のほか ハンガリーのダヌビア社でも 36M20mm ネフェスプスカの名称でライセンス生産された。第二次世界大戦前のエストニアがライセンスなしで製造したゾロトゥルンアルセナルの名称で、また航空機等再計を MG204 の名称で正式採用し装備した。1930年代後半から末にかけてドイツのほか派生型の S-18、 1000及び S-18、1100を含む S-18 シリーズの様々なモデルがスイス、ハンガリー、ブルガリア、イタリアそしてオランダによって使用された。1940年3月には冬戦争で戦いを続けるフィンランドを支援するべくスイスで資金が集められフィンランドはスイス軍を名目上の購入者として12条の S-18 154を購入した。フィンランドへの到着は戦争終結後の春となったものの、これらの銃は後の継続戦争で使用された。しかしすぐに本銃はフィンランドの意図した任務において旧式であると判明した。アメリカでは1939年に2機を購入、1940年から1941年にかけて20ミリメートル、 オートマティックガン T3 の名称を与えて評価試験を行い、さらに50機を導入して実用試験の後にライセンス生産する計画であったが、回線によりライセンス生産権の獲得が困難になり計画を放棄している。本銃は対戦車ライフルと分類されているものの根本的な設計は航空機関砲としてのものであり、その構造と外観はライフルというよりは 機関砲に近く、大型で強力な弾薬を用いることから、相当な反動が生じ、またそのサイズと重量は個人による傾向を非常に難しいものとしていた。第二次大戦において、各国の対戦車ライフルはどれも、戦車の進歩に威力が追いつかず、急速に陳腐化した。S-18 は 20mm という大口径を持つために、 戦車の走行に対しての有用性が低下した後も、陣地攻撃用などに転用されて使用されたが、大型で、大重量のために使い勝手が悪く、運用に多数の人員を必要とすることもあり、成形作薬弾頭を持つロケット弾を用いる、蛍光対戦車兵器が登場すると、速やかにそれらに変わられていった。車輪付き重化に仮装された S-18-1000。 ありがとうございます。